はーいお疲れ様です元つですす今回のお話なんですけど、こちらの記事ですね、ジョブチューンジャッジ企画で相次ぐ料理人の炎上を問われる番組の責任に TBS は回答することはないっていうことで、これ、何の話かっていうと、元光がね、えー、ちょっと前からお話ししてる内容なんですけど、TBS のジョブチューンの,あのシェフがですねあの、ロイヤルホストのパンケーキを酷評して、家でも焼けるでしょうとかって、ボロクソに言って、ね、大炎上。 したねあのお話についてなんですけどこの件って他のあのテレビに出演していたシェフが暴露するとあれは誇張編集なんだぞって炎上商法だみたいなことをねえ暴露してたりもしたんですよね、まあ、要するに出演していたシェフからもテレビ局の編集が良くないんだーっていうことまで言われてたのに TBS はねえっ 何も知らないよ。俺たちは回答することねーよーっていうことで逃亡してるみたいなんですよね。一切発信してないんですよ。マジかよーって。まあちょっとね、その件について見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、ジュジュニュースケのことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ元光はね、えー、この話、話すたびに言ってるんですけど、基本的にやっぱり番組側が全面的に責任を持つべきなんじゃないのかなと。 思ってます、うん、だって最終的にアウトプットするのはあの番組だからね。 うん、その演出とか炎上するとかを考慮した上で、えー、放送するかどうかを決めれるのは番組側なんで、うん、出演者というより責任はやっぱり番組にあるんじゃないかって思ってます。ということでね、まあ、この記事見ていこうと思うんですけど11月26日の放送会でファミリーレストランロイヤルホストのパンケーキを一流料理人が好評したとして炎上した「ジョブチューンあの職業の秘密ぶっちゃけます」ま。あ、ここののの番組ねねめっっちゃ人気があるのかあるるか、ねまあ、名前ってよく 聞くんですけど有名店の一流料理人たちが審査員となりコンビニや外食チェーン店の商品を試食し合否を厳しくジャッジする企画が人気の本番組物議を醸した26日の放送ではロイホの看板メニューであるパンケーキについて審査員7人のうち6人が不合格と判定を下したとまあまあ不合格まあなんだろうねまあ元々前から言ってますけどこれあのジャッジする っていうそのなんかやりとり自体が、まあ、ちょっと違うなと思ってるんですけどその際すごくケミカルな香りがするんですよね家でも焼けるんじゃないかなどと辛口なコメントをした審査員にネット上で批判の声が噴出する事態となったのだってお前ふざけんなじゃあお前作ってみろとかこれはこれでいいんだよみたいなね批判がめちゃめちゃ殺到したんですよねで審査員からパンケーキは変えていった方がいいとのアドバイスもあったことから SNS 上では味を変えて 伝統を守ってと望む声が続出また言い方が感じ悪かったな偉そうで見てて腹立ってくると審査員たちに不快感を表す声も相次いだということなんですよね、まあ、これだよねパンケーキ買っていった方がいいんじゃないって言われて、まあ、多くの視聴者は今時のねあのおしゃれなパンケーキああいうのもいいけどいやあのロイコのパンケーキも好きだからあれを食べに行きたくなったよみたいな人もね結構いたわけなんですよねやっぱり昔ながらののロイコのパンケーキ あれ美味しいですもんねで、えー、とロイヤルホールディングス PR 事務局の担当者は本誌の取材にレシピなどの変更は未定でございますと回答またネット上の反響に対して数の多さに少し当惑してますが皆様のロイヤルホストの伝統や味に対する思いのようなものを受け止めてこれからもおいしい料理とホスピタリティのあるサービスを提供してまいりたいと考えていますと答えていたということなんですよね。まあ、最終的には、ね、ロイホの材料がなく なっ,たっていう話も出るぐらいあのパンケーキがめちゃ爆売れしちゃうんですよね。まあ、それだけみんなね食べに行きたかったってことなんですよ。でそうした騒動に注目が集まる中11月29日に審査員として出演した京都のフレンチレストラン「モトイ」の前田シェフが Facebook に胸調を綴ったということで前田シェフは飲食業は本当に素晴らしい業界なんだと知ってほしいと思い出演を決めましたと知るしノーギャラで出演したと 言うってだからお金もらわなくていいから飲食業まあ世の中にいいものだと広めたいって意味であのテレビに出演したとね前田シェフは言ってるんですよねノーギャラなんだよあれあの番組で6時間にも及んだ収録は事前に誘導ややらせなども一切ありませんでしたと明かし合否の基準についてはこのままで文句なく美味しいかもう少し改良すればもっと良くなるはずというところで判断しましたとのこと前田シェフから すると6時間の間真剣により商品を良くしようと。 いいうようよなな時間だったみたみんですよねで他の料理人たちも真剣に向き合っていたといい本当に美味しい料理は皆さん大絶賛でしたし不合格の料理でもそれぞれのシェフがアドレスされており商品開発会議のような雰囲気でしたと振り返ったしかし実際に放送された映像は異なったようで批判を誇張する演出ばかりで全く飲食業がね魅力的な業界だとは感じなかったっていうふうに言ってるんですよいやあんんななもんじゃなかったったて本来の様子は違う だぞっていうことを言ってたんですよね。まあ、それとともにですね、反省した様子というか、他の同業者の人たちをジャッジするっていう企画自体が、まあ、参加するものじゃなかったんだなっていうことで、反省してたりもしてたわけなんですよ。っていうことで、ね、まあ、暴露されちゃうんですよね。まあ、テレビ側の編集が誇張しすぎてるっていうことをね、シェフから暴露されてたわけなんですよ。まあ、ただ、この、えー、まあ、反省してる言い分っていうのも、Facebook で言われてたわけなんですけど、まあ、現在ではこんな感じでね、このコンテンテツは現 現在ご利用いただけませんということで非公開というかプライバシー設定 あの知っっっててるる人しか見れななないよような状態になっちゃってるんですよね、まあ、相当批判が集まったからなのか、まあ、テレビ局側から「何言ってんだ」って何か言われたのかちょっとそこら辺は分かんないですけど、まあ、ただちょっと非公開状態にするっていうのは良くないんじゃないのかなと思いましたね、まあ、逃げてるように完全に見えちゃうからね前田シェフや料理人に対して「お前ら被害者ずらすんなー」とかっていう批判の声もありましたし、まあ、本人もね、えー、今回こういった番組出たっていうことも反省してますみたいなことを言われてたんでシェフに落ち度が あったっていいううののも事実なななんんじゃないのかなとは思うんですけど、まあ、ただ責任の比重的には本つは番組側の方が大きいかなと思ってます、まあ、実際にねここから下書いてるんですけど今年の元旦にはコンビニおにぎりを口にしなかったシェフが炎上っていうことこれもありましてねツナマヨおにぎりの話ね本番組をめぐっては今年の元旦に放送されたお正月スペシャルセブン‐イレブンファミリーマートローソン超一流料理人で炎上したことも記憶に新しいって審査 である料理人の1人がファミリーマートの直巻和風スナマヨネーズおむすびを食べずにジャッジしようとしたことが物議を醸した放送終了後料理人の店のレビューや YouTube チャンネル SNS のコメント欄が荒らされる時代に中には批判の域を超えるような心ない言葉も散見されたって、まあ、この嫌がらせ自体はやっちゃいけないことだからね、まあ、とはいえ、まあ、そういうのも考えられるような そんな描写をテレビ局側がやってるっていうのがきっかけではあると思うんですよ。で、この事態を受けて放送から3日後番組公式ツイッターはこの度の番組出演者番組とは無関係のお店に対して SNS をはじめとする誹謗中傷、迷惑行為はおやめいただきたくお願い申し上げますと呼びかけていたっていうことで番組からもこうやって呼びかけてたわけなんですよ。誹謗中傷とかやめてねシェフたちにっていうことを言ってて、まあ、はっきり言うと自覚してるんですよね。 この番組がこういう影響をもたらすっていうことを、うん。 でそうした経緯があったにもかかわらず起きてしまった再びの炎上そうなんだよ、まあ、ここがめっちゃ重要だなと元光は思うんですけどこうなることを分かった上でまた同じここととやっっっちゃててるってことでしょそこで本社は11月30日 TBS にパンケーキの騒動をどう受け止めているか視聴者からどのような意見が寄せられているか演出に対する前田シェフの苦言をどう受け止めているか料理人たちが相次いで批判されることに対策はあるのかとの質問をファックスにて送った ってねまさに出演者からもそんなこと言われてるわけだからさ前田舟からもさ暴露みたいなことをされてるわけでしょ一体 TBS はどう思ってんだっていうのをね取材しようとしてくれたわけなんですよで回答期限をね12月2日の15時までとしていたが期日までに回答はなく改めて5日午前に電話で確認するとって直接ね電話してくれたんですよね回答することはございませんとのことだったって、うん、回答期限まで 帰ってこなかかっっったたんじゃなななくくてて、まあ、回答する気が全くなかったっていうことなんですよねこれだけ炎上して批判や嫌がらせにめちゃめちゃ困ってる苦しんでるシェフたちがいたり、まあ、番組を見てね不快に思うような人も多々いた中番組は回答することはございませんって言い始めるんでしょうマジかよってこれはあまりにも無責任なんじゃないのかなと思いますけどね、まあ、シェフたちが被害を受けてたりするのは知ったこっちゃねえよみたいな感じってことでしょう 料理人たちを守ることも番組の責任ではないのだろうかって、まあ本当そうだよね。あのテレビ番組の編集の仕方とかで何とでもなるわけだからさ、それでで、ね、被害を受けてる料理人たちもやっぱり番組を守らないといけないでしょうって。 覚えますけどね何これ回答することはございませんって言われてるんですよね。ほんとびっくりなんですけど、まあ、ちょっとネットの意見も、ね、見ていこうかなと思うんですけど、これはまた不誠実な対応ですな、TBS さん。<laughs> もうなんか呆きれてるかのような意見ですよね。こちら、一ったらいいねさせていただきますね。あ元本道ね、Twitter もやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、他にはこちら、ジョブチューンの例のやつって、仲間内で楽しく草野球やってるところにプロの選手を連れてきて、お前らは下手くい だってけらしてるようなもんだと思うってまあ、確かにそうだよねまあちょっと畑の違うところでまあ、野球やってる人を連れてきてお前らは全然レベルが低いんだーみたいなことをね言ってるようなもんだよねほんとそうだと思いますけどねせっかく楽しんでやってんのにぐちゃぐちゃにされて困るみたいな感じだと思いますけどこちらもいいねさせていただきますねとか他にはわかった いたが回答から見て番組制作時にとって取材対象は責任を持たず使い捨ての消耗品だというのがありありと分かりテレビ嫌いにまた拍車がかかりそうだってまほそうだよねだから結局その出演してた人たちも使い捨ての消耗品ぐらいにしか思ってねえだろうっていうような意見ですよねもうほんとそのぐらいにしか思ってないんじゃないのかなって思っちゃいますよね回答はありません <laughs> とかって言われたらこちらもいいねさせていただきますねとかそそらそ そうやろさっさと企画をやめろよ逆にチェーン店関係者に偉そうなシェフの料理をジャッジしてもらう企画にしろよってそう逆の立場もやったらって元光も思ってたりしたんですけどね、うん、だからロイホの、えー、シェフたちがその高級料理店のシェフの料理を食べてジャッジするっていうのもまあお互いでやったりするんだったらまだね、えーまあ、整合性が取れるというか平等な感じするんですけど、まあ、一方的だもんね。 今回の話とかも、まあ、今のこの企画自体がね、こちらもいいねさせていただきますね。とか、他には、同価格で評価する側も作り、審査員は一般人でやってみたらーって、あ、なるほどね。 だから材料費とかを全部一緒にした上で勝負したらとか、うん、コンテスト状態にするっていうのも一つ企画として面白いかもしれないですよねまあ、とにかく、まあ、今のこの携帯っていうのがもう潮時なんでねこのやり方もうやめた方がいいだろうっていうような意見がね多々ありましたねこちらもいいねさせていただけますね、まあ、ということで TBS があれだけ炎上した話に回答しませんって言って逃亡してるっていうようなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元水のチャンネルでは は時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました